ドーブ代わりです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、本日のねフラグメントが届きましたということでね、はい、まあ、昨日かな、正確には、うん、届いたんですけど、まあちょっとね、時間がなくて動画撮れなかったんで、本日ね、紹介します。はい、こちらです。ビーンビーンってことでね、はい、早速開けてみたいと思います。お、ドーブ、お、ドーブ、お、どう？箱が青い。まあいいや。嬉しいです。届きました。青い箱なんですね。ここツートンカラーになってる箱が。ちょっと薄い青で、ここがネイビーですかね。エアジョーダン3のレトロスペシャルですか ?SP。で、ホワイト、ホワイト、ブラック。早速開けてみたいと思います。お、どう？お、どう？お、どう？お、これあれですね、包装紙がこのフラグメントとジョーダンの雷マークみたいになってる。ちょっと感動風味感ありますね。上質感、上質風味なんじゃないかな。ビーン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 、あっぼくあっぼくあっぼくぼくぼくジシデーンぼくビーンぼくデーン。はい、ということでジョーダン3のフラグメントです。はい、やっぱり、ね、フラグメントっつったらもう藤原宏さんなんで、宏宏宏です。まあそうですね、黒タグついてまして、でまあレザーですね、普通ので、ここになんかシワレザーっぽい感じになってて、でまあかかとがねもうクリアになってて、すげえ見えづらいけど、雷マークの上にこうジョーダンがクリアに入ってるっすね。はい、あとアウトソールがこんな感じですね。はい、うん、出た。おお、これフラグメントマーク、雷マーク、ちょっと嬉しいね。ちょっとテンション上がるね。これでも見えづらいから、こう光をこうあれすると雷マークがかかとに入ってる。で、あとなんかこう字が入ってる、 FA20 なんちゃらって書いてある。なんとかフラグメントデザインって書いてある。ヒロシのだぞってことですね。ヒロシだぞっていうことだと思います。多分。はい、あとシューター裏にフラグメントってこう入ってますね。はい。あとなんかね、インソールが見えづらいけど、一応なんかプリント入ってます。フラグメント的な感じの。あ、雷マークと、あとはジョーダンのマーク、ジャンプマンですね。ジャンプマンロゴが入ってます。はい。そうですね。これね、まあ、絶対に買えないと思ってて、一番買えないと思ってたら買えたんで、今度ね、フリマとかやるときにネタにできたらなと思って一応買ったんですけど、なんかの企画で使う予定です。やっぱさ、俺ぐらいメンタル弱いとさ、これを例えばメルカリに出して6万で売れたとするじゃない。で、上がりがまあ3万ぐらい、3万ちょいだけど、俺3万ちょいのために、そんなコメントあれたりとか、する方が俺辛いから、やっぱ俺メンタル超弱いから、ここだけの話なんだけどね、メンタル俺超弱いからさ、もう、すぐさ、もうこう、精神的に参るからさ、だから俺、そういうことはなるべくなんか目先の利益で動きたくない風味なんじゃないかな、目先の利益で動きたくない風味なんじゃないかな、目先の利益で動きたくない風味なんじゃないかな、今後の、スニーカー研究室のためになんかこう貢献していただけたら風味なんじゃないかな、コメントでもあったけど、今年の運を、使い切った風味なんじゃないかな、今年の運を使い切った風味なんじゃないかな、今年の運を使い切った風味なんじゃないかな、ということでね、本日は、ジョーダン3のフラグメント紹介しました。以上です。どうー。